はい、こんにちは、ダクソンです。こちらがですね、美深町御根内ですか、来てみました。手塩川のね、河川敷の近くなんですよね。でね、このネットで調べた写真と見比べると絶対ここですね。で、ここね、人の民家になってます。所有地ですね。で、あんまり撮影ってよろしくない。犬めっちゃ吠えるな。はい、ダークソンです。こちらがですね、美深町ですか、市街地中心にございます。あ、近いかな、川端駅停跡なんですが、普通の民家になっちゃってて、まあ、撮影していいかどうかちょっと分かんないんですよね。で、いや、ここ外観あんまり良くないな。もうちょっと離れた方がいいかな。このね、踏み固められた雪の下になんか液定のプレートがあるみたいなんだけど、全然雪で分かんないですよね。あ、やっぱりこれ一般のお家ですね。あー、でもこういうところ見たら、はい、皆さんおはようございます、ダクソンです。こちらがですね、美深町ニュープにございます。ニュープの液定跡のモニュメントに到着いたしました。このようにね、まあ、そもそもね、駅停って何ですかと言いますと、明治時代から昭和の初めですか、頃までに北海道に開拓に入った人のための、まあ、道路の中継場なんですよね。で、今でいう道の駅ですか、まあ、それをイメージしていただければよろしいかなと思います。で、宿泊できたり、なんか郵便物受け取ったりできる場所みたいだったよ。で、馬とかね、人を貸してくれるんだって。